動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック受賞トーク。今回は4月15日に中山競馬場で行われます G1 皐月賞の展望を競馬ブック厩舎取材班田村明宏トラックマンの解説、研究ニュース藤原の進行でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、田村さんと一緒に皐月賞の展望をしてまいるんですけれども、はい、ちょっとその前にお知らせを一つ、はい、現在好評発売中のこちらダント競馬式法春号でございますね。JRA 現役全馬の成績がこの一冊に網羅されているわけなんですがね、全レースの成績を見ることによって見抜けなかった構想パターンが見つけられましたですとか、読むことで構想した条件がしっかりインプットできて当たり分けにつながったという読者の方からのお声も頂戴しております。そんな競馬式法の春号なんですが、こちらのですね、巻末にアンケートがありまして、こちらにですねお答えいただき、切手の料金をご負担いただきますと、なんと非売品のこちらダントスタリオンレビューを今プレゼント中です。まあ、写真ね、表紙はサクソモリアとなってますけれどもね、このスタリオンレビューはね、国内で掲揚されています志望馬を写真付きで紹介するのがメインなんですけれども、はい、世界の競馬の成績、はい、リーディング、それから血統、志望馬に関するデータも満載ということで、こちらね、どの志望馬がね、どんな繁殖牝馬に種付けしたかというところのデータまで載っておりまして、まあ、ある馬主の方はもう自分の狙っている志望馬がの参考ですね、早い時期からこちらでチェックして牧場とコミュニケーションを取って非常に購買しやすくなったというお声もいただいております。まあ、もちろん馬主さんに限らずですね、志望馬の芯を見ているだけでも楽しい一冊です。数量限定だそうですので、欲しい方はお早めにご応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。以上、スタリオンレビューキャンペーンのお知らせでございました。はい、さあ、それではこれから展望に入ってまいります。はいはい、田村トラックマンといいますと、競馬ブック当日版の本誌予想では2歳戦3歳戦を、ね、中心に、予想をつけられております。まあ、次は、ね、吉岡トラックマンの方が担当なんですけれどもね、はいはい、なかなかやっぱりずっと1年2歳の頃から見てきて、このクラシックシーズンに入るというところはいろんな思いが、取材もされているわけですし、そうですね、あるんじゃないですか。それこそなんか私事みたいになっちゃうんですけど、はいはいはい、今年から2歳のね、はい、あ、2歳というか、まあ、年明けて3歳なんですけどね、はい、3歳戦の重賞もね、なんかトライアルなんかほぼこうつけてたっていう感じなんですよね。まあ、当たったり外れたりだったんですけどね、まあまあ、これまでもそうですけどね、余計その注目してたっていうか、よく調べたつもりではあるんですけどね、はいはい、それが今回つながればいいんですけどね。なるほど、はい、トライアルの予想を、本種予想担当されてきた田村トラックマンの皐月賞の印を紹介いたします。皐月賞田村トラックマンの予想はこうなっております。はい、本命が3番のジャンタルム、はい、対抗が2番のワグネリア、黒三角が15番ステルビオ、以下北のコマンドール、オーケームーン、タイムフライヤー、ジェネラーレウーノまでいただきました。
まずは、本命ですね。もちろんダノンプレミアムというね、そうですね、そうです、そうです、本当ね、あえてここに出てない今言ってもしょうがないですけど、しょうがないですけれどもね、まあでも本来であればね、はい、ダノンプレミアムがやっぱり中心で、うん、まあ、その本当弥生賞なんかもそうでしたけど、はい、やっぱりダノンプレミアム強いと思えばやっぱりそれをね、他の陣営もこう意識しながらっていうレースになるはずだったんですけど、はい、やっぱりね、そういう絶対的な中心がいなくなったってことで、うん、レースの形自体もね、うん、変わっていくんじゃないかなと思います。はい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 、そして本命に押したのがジャンダルムと、はいはい、その本当ね、さっきの話とちょっとつながるんですけど、まあ、結局その弥生賞に限ら、まあ、弥生賞なんかは特にそうだったんですけど、はい、まあ、ダノンプレミアムが、ね、みんな意識してっていう形でダノンプレミアム中心のレースになって、あれがまあ、まあ好意でね運んだんですけど、はい、うん、そんなにペース上げなかったですよね。そうですね、まあ、はい、トライアルらしいレースになってね、はい、で最後決めて勝負になって、まあ、ダノンプレミアムはもう、いい位置から運んでね、はい、あっさり抜け出して、で2着ワグネリアンが、まあ、はい、上がり33秒台でね、はい、2着に届いたんですけどね、まあ、そういうレースとね、やっぱりこの皐月賞本番、まあ、過去もそうですけどね、過去数年もそうですけどね、そのトライアルのいわゆる上がりだけの勝負と、うん、本番の皐月賞っていうのはちょっとこうレースパターンがね変わってくるんじゃないかと、うん、まあ、週末またこう雨予報なんかもあって、そうなんですよね、うん、それも微妙ではあるんですけど、ただどっちにしてもそのレース上がりが34秒前半とかっていうような、で最後33秒台の決め手を求められるレースとはまた今回ね違うんじゃないかなっていうのがまず私前提にあって、うん、まあ、その中でジャンダルムをね、なるほど、うん、っていうふうに思ったんですよ。やはりホープフルステークスに注目をされたということなんでしょうか。そうです、まあ、ホープフルもそうですし、うん、まあ、弥生賞なんかもね、まあ、ちょっとこう本当の真意は分かんないですけど、うん、武さんね、豊さんはね、うん、多分自分自身のレースっていうよりもやっぱりダノンに合わせたレースをね、なるほど、したんじゃないかなと思うんですよね、うん、それで最後は結局切れ負けっていう形で、はい、うん、伸び負けっていう形で3着に終わったと思うんですよね、はいはい、ただ今回ダノンがいないってなれば、まあ、そうですね、ホープフルステークスなんかは割にこう自分でこう、ね、うん、競馬を作っていったっていう形で、はい、まあ、多分そういう形の競馬をね今回するんじゃないかなと。ただ、まあ、今回もちろんそうですね、ホープフルステークスよりもさらにね、先行馬強力っていうことで、そうです、揃いましたよね、うん、はい、で先行タイプが緩まないと思うんですよね、流れが、はい、うん、流れ緩みない流れになって、それでいてかつそのこう最後もね、まあ、単なる瞬発力勝負ではないと、うんうん、そういうふうになるとこうある程度こう前を見ながらね運んで、うん、で最後までこう足を使えるっていうね、ジャンダルム、まあお母さんがビリーブなんでね、はいはい、本当の意味でのスタミナっていうのはどうかっていうところもあることはあるんですけど、まあ、でもこのね中山 2000m に2回使ってきて、ある程度こう感触はね掴んでると思うんでね、なるほど、うん、そういう意味でこの馬にちょっと期待したんですけどね。なるほど、はい、お父さんは確か、はい、先ほどね、先日行われたドバイシーマクラシックを買ったホークビルと同じキツンズジョイですよね。ね、まあアメリカ血統ですかね。ね、距離もね、うん、まあだからそのちょっとイメージだけで言えばね、こうなんていうんですかね、アメリカ血統のそのスピードで、なるほど、うん、そのまま押し切るというかね、うん、そういうレースができるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。うん、はい、そのダノンプレミアムが不在になって注目するのがこのジャンダルムだということで、本命の本気いただきました。はい、でこのね、ジャンダルムの調教取材をですね、はい、担当しているリットシーウッドコースで追い切られたんですが、祭事を担当しているリットの酒井直樹トラックマンにちょっと動きの方を聞いてみました。はい、デビュー以来この最終域一番動いたんじゃないかなと思ったのがジャンダルムでした。最終域に時計動きとも文句なし、異形級者ですから半マイルから無理せず追ったあたり、もうきっちりとね、一周前の段階で仕上がっているんではなかろうかと、もう本当に文句なしということで、状態に関してはね、はい、はい、そういうふうに、酒井トラックマンに言葉いただきました。そして、田村トラックマン、対抗が、こちらですね、あ、すいません、ワグネリアンですね。はい、そうですね。失礼しました。まあ、ワグネリアンは、
実際こう一緒に弥生賞ね戦って負けてるんでね、はいはい、ですから、まあ、本当対戦成績でいうとちょっと分が悪いと言えなくもないんですけど、ただあのさっき、ね、言ったようにその弥生賞はやっぱり、スローで流れて、はい、あの瞬発力、うんね、最後 ね、 そうですね、それを求められるレースになって、うん、やっぱりあのそのキレの差がね出ちゃったってことだと思うんですよね。で今回はおそらくそのまあそうですね、まあ豊川騎手は、まあ、ある程度ワグネリアンとかねステルビオ、うん、まああと言うんですけどステルビオとかワグネリアンは多分意識はすると思うんですけど、うん、あのでも その2頭に比べればやっぱりちょっと決め手が劣ると思うんでね、うん、そういうのをこう生かさないようなレースをすると思うんですけど、まあワグネリアンも当然ね自力はあるんでね、うん、これも本当に、まあ、デビュー以来負けたのはね、まあ、ステルビオもそうなんですけどダノンプレミアだ だけなんでね、はい、まあ、当然だから今回も有力ってことですよね。なるほど、はい、そして3番手が、ステルビオ、はい、こちら関東馬ですね、そうですね、はい、それもだからさっきと同じような感じなんですけど本当、2回負けてるのはねダノンプレミアムだけ、まあ、ちょっと 差がありましたけどねダノンプレミアムね、確かに、まあでもそれを別格として扱えばね、はい、当然このまま、うん、でこの2頭に関してはね、はい、まあ、枠順見る前にね、大体こう検討はつけてたんですけど、この枠順は両馬にとってはいいんだと思うんですよね。ワグネリアンはやっぱりその折り合いとかっていうのが一つ課題なんで内枠いいですし、なるほど、ステルビオはこう走りが大きい馬なんでね、広いところで走らせたい馬なんで外枠はこのままいいと思うんですよね。うん、その2頭の末脚をジャンダルムが封じ込めて、そういうふうになる可能性があるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。なるほど、はい、そしてですね、4番手、はい、これはちょっと新星になり得るかもしれないという、北のコマンドールいただきましたが、そうですね、まあ、だから本当ちょっとこの馬はね、まあ、そのジャンダルムと同じ計算のね、はい、そうですね、経験者の所属馬なんですけどね、はい、まあ、異例のローテーションですよね。異例ですね、うん、まあ、そのデビュー戦は阪神の新馬はいいんですけど、はい、その2戦目にねあえてこうスミレステークストライルじゃないレースをね、はい、選んできて、まあ、ちょっとその辺りはその、うん、体質の弱さとかっていうのがねあってそれを考慮してっていうことらしいんですけ ど、 なるほど、まあ、それでもこのスミレステークスね、その今特にその去年の暮れぐらいからですかね、阪神もう超高速馬場っていうのを、はい、それを考慮しても、うん、この11秒7っていうのはね素晴らしいですよね。時計が早いですよね、うん、これはもう文句つけようがないんでね、うん、で、まあ、安城もねそのミルコ、はい、うん、デムロ、そうですね、うん、これはやっぱり魅力なんでね、うん、ちょっと比較がね他の有力馬とのちょっとこう力関係比較で、はい、できないんですけどね、はいはい、うん、怖いところありますよね。なるほど、はい、以下オーケンムーンタイムフライヤージェネラーレウーノといただきました。はい、一言、旧車取材を担当されているオーケンムーンについてちょっと、そうですね、オーケンムーンはその数少ない、ね、オーケンブルースリーズ3区でね、はい、まあ、その中から、出てきた馬なんでね、私も担当しててなかなかちょっとこう評価難しいところがあって、まあ、馬体なんかもね本当見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、ちょっと大数馬にしては線が細いような感じがあって、しかも、まあ、稽古はいつもそんなにこう派手な動きしないんでね、ただ実戦行っていい走りするっていう、いい、ね、うん、そこが本当にこの馬のセールスポイントで、うん、そうですね、ですからまだこう分からない部分は大きいと思うんですけど、うんうんうん、まあ、中山コースね1回使ってるんですけど ね、まあ、それで勝ってるんですけど、うん、ちょっとその内容がね、うん、東京とか新潟の走りに比べると幾分も足りないかなっていうところもあったので、なるほど、うん、そこがうん、もうちょっとこう評価上げても良かったところなんですけどね、どう出るかっていうふうに私は思いましたんで、はい、ということでございますね、はい、はい、それからですね、先ほどの、ワグネリアンとステルビオのこれ調教をまた見て、はい、もらったたくまに、はい、私一言ずつ声、聞いておりますんで紹介させてもらいます。ワグネリアン、こちらも立東シーウッドと追い切りました。酒井トラックマン、最終追い切りはシーウッドコースでさらっと、伸びやかさなどは束に比べるとそれほどでもなかったように思いましたが、普段通りの動きといい意味で変わりなく順調、力は出せるでしょう。ステルビオ、こちら、研究ニュースの競争トラックマン、一周前が霧のために見えず最終追い切りは折り合いを重視して直線さっと追われました。加速力が抜群で体全体を無駄なく使っていました。馬体がちょっと筋肉質になってきたような印象があるそうで、マイラーの体型に近づいてきたのかなという印象が競争トラックマンあるそうで、
2000メートルの距離延長に対応できるか、これが鍵になりそうだということです。さあ、長くなりましたけれども、田村トラックマン、馬券の方はどのように買いましょうか。あの本当にね、あの分かりやすくまず単勝で、じゃあ、なるほど、単勝、まあ、多分このね、ワグネリアンステルビオが人気を分けるということだと思いますね。そうですね、この2頭がもう、うん、はい、一番人気でしょう。まあ、その中のどこに食い込んでくるかはちょっとよく分からないんですけどね、はい、微妙なところなんですけど、まあまあ、ちょっと本当ね、この着順だけ見てやっぱり 2,3 っていうところを 見てね、うん、なんていうんですかね、多少こうみんな甘く見られればいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあそれでそうですね、普通に単勝買って、はい、あとはまあ、今言った印つけた馬にこうね、馬連でも馬単でもいいんですけどね、はい、ね、流してみたいなっていうふうに思いますけどね。馬単でしっかり一着で駆け抜けてくれると、ね、これは後輩と期待できるんじゃないですかね。はい、はい、期待してという感じですかね。はい、フォーカスをいただきました。はい、僭越ながらで私も、はい、皐月賞の予想を、私はですね、こういたしました。はい、本命が、15番ステルビオ、対抗が田村さんの本命ですね、ジャンダルム、黒三角サンリバルと、以下このようにいたしました。簡単に本命馬の、はい、推奨理由だけ。一周競馬、距離を伸ばしたスプリングステークスが離れた、2番手以降が、ね、スローペースだったんですよね。1頭大逃げの馬がいまして、2番手以降はスローだったんです。完全に勝ちパターンに持ち込んだエポカドーロというのが、ね、先に抜け出したんですけど、これを力でねじ伏せたと。途中から動いていっても曲がり34秒、3波の34秒1という速い上がりをマークできたのも良かったなと思いますし、ゴール前も、ね、止まるというような勢いがね、鈍るというような感じには一切見えませんでしたので、2000メートルも大丈夫じゃないかなと。あとね、マイルだったサウジアラビアロイヤルカップ朝日杯フューチュリティステークスで騎乗したジョッキーが口を揃えて加速するのにちょっと時間がかかるな、2000メートルぐらいがいいんじゃないかっていうふうにコメントされてたのが印象深いですよね。ババの内を通らずに済む分、この外枠というのも私いいと思いますし、2000メートルがもし適距離であれば突き抜けるシーンがあってもいいのではないかと思いまして、ステルビオから入りたいと思います。で、馬券はこれ、まあ、人気ですので、うん、ちょっと対抗と黒はね、はい、ジャンダルムとサンリバルということで少し穴っぽいところにいたしました。まあ、私ももう、じゃステルビオからの馬単一着固定でいいかな、うん、いやこれは人気ですもんね、うん、弱に負けるなんて思ってね、この本命じゃダメですね、馬単一着固定で強気に、はい、印で各馬に流してみたいと思います。はい、以上、藤原の予想でございました。あ、ずれましたね。はい、といったわけでお送りしてきました皐月賞の展望でございます。2018年中央競馬はもう来週から田村さんも東京、はい、京都開催と、ね、早いです ですね、はい、この仕事やってると早いんですけれども、はい、見逃せないレースが、まあ、目白押しということで、はい、そんな、中央競馬予想に役立つデータ、的中に近づくヒントが満載です。競馬ブック研究ニュースの当日版、そして競馬ブックウェブ、スマートフォンアプリ競馬ブックスマートなどもどうぞよろしくお願いいたします。はい、お送りしてきました競馬ブック重賞トーク、次回もどうぞお楽しみに。本日はご視聴いただきありがとうございました。